封じられた秘密。メイ、あなたは本当に全てを変えられるものになるの？これは絵の具？グレイシュもここに来たの？変わった模様。グレイシュ、模写をしているの？あ、アポニアお母さんだ。感じてるの。感じてるの、物語を。ああ、あの壁画。グレイシュ、何が見えたの？まだ見えてないから、感じたいの。絵筆と絵の具を通して。あの絵、変わってる。嬉しいのに、悲しい。白いのに、黒い。それは、そういう絵だからだよ。アポニアお母さん、あの絵のことを知ってるの？ええ。よく彫刻するから、壁画などの作品とも、少し縁がある。あれは、とてもとても古い歌だった。ある日、それは空から落ちていった。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。とても悲しいね。ええ。命というのは、そういう悲劇を繰り返すもの。だけど、悲劇だからこそ、残した痕跡は、これほど美しく、輝いている。私、複雑なことはよくわからない。でも、あの絵は好き。あの絵に描かれてるのは、星なのかな？アポニアお母さん。私、雲が好き。星空が好きなの。星たちと一緒に暮らす方法とかは、ないのかな？わからない。子供はみんな、星空を見上げることが好きだ。でも徐々に、その視線は星々を通り抜け、深水へと向けられるようになる。その過程を、私たちは成長と呼ぶ。だから、コズマは成長が嫌なんだね。ええ。でも、感じるの。あの絵を見てると、感じてくるの。それは、私たちを気に入ってると思う。その質問の答えは、箱舟次第。そこまでだ、アポニア。コズマ。止まれ。それが今のあんたのすべきことだ。